今年度の切り札を皆様にお聞きいただきたいと思います。1959年の爆発男、水原博士の登場でございます。黒い花びらをどうぞ。次に出てくる方に絶対にキャーッと言わないという厳慢をしていただきたいと思います。いい？大丈夫？大丈夫？大丈夫ね？いいですか？恋のカクテルを水原博士さんでございます。泣いてる娘にグラスを勧め、今夜は飲みなとフルシェーカーは恋に破れたこの俺のせめておごりにしておくぜ。苦い酒だよ恋のカクテル。バーテンスタイルでシェーカーを手に入れました水原でございますが、どうぞお飲みください。男性群から5人6人と出てまいりまして、グラスも審査員に進めております。どうぞどうぞご遠慮なく盛んに愛嬌を振る舞っております。お安くしておきますから。女性側にもサービスしております。泣いてた娘とダイスを振れば今夜は二人のこのカウンター交わす瞳にこの俺も恋の古傷を思い出す。俺も飲みたい夜があるのさ。今回、いやずっと前にレコード大賞をお取りになったんですけれども、それから数年いたしまして、今回歌唱賞に輝いた方、はい、まずその賞が決まった時にお家へ連絡して、母さん俺はやったぜと、まずこういう報告をしたという、お母さん思いで、奥様が確か七子さんとおっしゃいます、奥様の内助の功がここに豊かに実ったという、
水原ひろしさんを拍手で迎えたいと思います。あなたを本当は探してた。汚れ汚れて傷ついて死ぬまで会えぬと思っていたが、けれどもようやく虹を見た。あなたの瞳に虹を見た。君こそ命、君こそ命。我が命。探してた。その時すでに遅かった。どんなにどんなに愛していても、あなたをきっと傷つける。だから離れていくけれど、君こそ命、君こそ命。我が砂に埋もれたお前を見つけて、月の光を当ててやろう。二人の愛をいつまでも、ああいつまでも。寂しい海の底から、月の渚に連れてこよう。夜の浜辺は貝と波との、誰も知らない秘密の世界。二人の愛をいつまでも、ああいつまでも。二人の愛をいつまでも、ああいつまでも。
傷ついて死ぬまで会えぬと思っていたがけれどもようやく虹を見たあなたの瞳に虹を見た君こそ命君こそ命我が命あなたを探してたこの世にいないと思ってた知ってる心をなくしていたがけれどもあなたに愛を見て生まれて初めて気がついた君こそ命君こそ命我が僕はあの水原弘さんの歌に、はい、皆さんでコーラスをつけていただいたらね変な女パチパチンウパウパチンウパウパチンウパウパチン変な女に会いましたあらでしょ変なところで会いました 変な気持ちになっちゃって俺はその子に惚れたのよ変な格好してる変な女あらでしょパウパチンディンウパウパチンウパウパチンディンウパウパチン変な女は言いましたあちょいそあなたは本当に変な人あたしのような変な女がどこがいいのよ好きなのよ変なもの好きな変な大人パルパディンディンパルパディンパルパディンディンパルパディンそこでおいらは言いました俺はもともと変な男まともな女じゃ物足りない変な女が好きなのよ変な音鳴らす変なバンドすいませんね、言われたパルパディンディンパルパディンパルパディンディンパルパディン恋はもともと変なもの変な女に変な男それでも好きならいいじゃないの恋はいいもの変なもの変なこと言ってる変な司会者はいじゃーんウパウパディン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 明るい歌で参りましょう今度生まれてくる時は水原ひろしさんですどんどん生まれてくる時は君はどっちにするんだね男もいいけど女もいいぜここが思案のしどころさ男女男それとも女女女に生まれてくるならば歌手かモデルかホステスかそれもいいけど女なら僕の彼女になる手もあるぜ。し
女男それとも女男女レディクシは君はどっちにするんだね男と女の二つだけだよグーチョキパーより少ないぜ男女男それとも女男女両方を狙ってよく出してグズグズしていちゃいけないよ早くどっちかに決めなけりゃ真ん中に生まれちゃ困るじゃないか男女男それとも女男女ゆきやちゃんどっちがいいかな今度生まれたら女だそうだろうねご苦労さんでしたお嫁さんはいいもんです今私がかけております礼はハワイの最高の儀式お祝いの時の礼です赤組を参れという参れ礼というのをハワイのお客様からお送りいただきましたお嫁に行くんだね水原ひろしさんが温かく歌いますお嫁に行くんだねやっと君も心配してたけどよかったね君と君の彼は幸せになるように君に生まれた人には元気を出すようにそのためにこの歌を君にあげよう お嫁に行くんだね よかったねこの歌は NHK あなたのメロディー46年度の最優秀歌ですお嫁に行くんだねやっと君も心配してたけどよかったね君と君の彼との幸せを願ってそして君の子供たちが健やかに育つようにそのためにこの歌を君にあげよう お嫁に行くんだね よかったね お嫁に行くんだね よかったね幸せにねさんね、水原さんにとって41年というのはご結婚の年でした。はあ、そうですよね、はい、そして42年が思い出の年でしょう。はい、そうですね、ね、はい、奇跡のカムバックと言われました水原さんは42年ですけれど、その次の年がまた嬉しい年でした。あ、なんですか。なんです。43年。43年、別に何をおっしゃってんの。長男の浩二君が誕生したのが43年ですよ。歌がお好きでお上手ですね、浩二君。そうですか。聞いたことないですね、僕は。私ちょっと伺ってきたんですよ。聞いてください。お嫁に行くんだね、きっと君も心配してたけどよかったね、だったよね。手を座ったの、パパに。パパの見たか覚えてんだよ。あ、テレビ見て覚えてんの。パパのテレビを見て覚えちゃった。しかし、なんで僕だけ子供が出てくるんですか。いいじゃないですか。他にだって子供いる人いるんですよ、たくさん。水原ひろしさん、記念すべき思い出の曲です。君こそ我が命。
と本当は探してた。汚れ汚れて傷ついて死ぬまで会えねと思っていたが、けれどもようやく虹を見た。あなたの瞳に虹を見た。君こそ命、君こそ命、我が命。あなたを本当は探してた。この世にいないと思ってた。信じる心をなくしていたが、けれどもあなたに愛を見て、生まれて初めて気がついた。君こそ命、君こそ命、我が命。